日本福岡県北九州下地区新文字新文字は福岡県北九州下地区の町名。新文字港を根拠とした繁証地名としても用いられる。郵便番号800-0115。1丁目から3丁目までが存在する。2010年3月31日現在の人口は10人。関門海峡側から見て裏側に存在することから、かつては、 ウ門市と呼ばれていた。北九州市門司区の東部に位置し、スオーに面する。瀬戸内海側で、気候は一年を通して穏やかである。北で、今津、北東で橋を介して、新門司北、南西で、大技つねみ、西で、常見町、吉市、北西で大技畑と隣接する。新門司フェリーターミナルは、西日本では、神戸港に次ぐフェリーターミナルであり、東京、 徳島や近畿地方などから多くの長距離フェリーが発着する。フェリーターミナルからほど近い位置には九州自動車道の新文字インターチェンジが開設されていることから利便性が高く新文字臨海産業用地などの物流団地が整備されている。そのため沿岸部一帯は物流基地としての様相を呈している。周辺地区には 北九州空港、菊半島北端部には立浦コンテナターミナルが立地しており、北部九州における物流の拠点となっている。2004年11月15日には、トヨタ輸送新文字自動車物流センターが竣工。主にトヨタ自動車九州で生産された完成車の国内向け積み出し港となっている。2001年8月11日には、 マリナクロス新文字特設ステージで、グレーエキスポ2001グローバルコミュニケーション、九州公演が行われた。鉄道は、当地内を通過していない。北九州市の人口北九州市 HP、文字税関年表文字税関100周年記念誌文字、税関公式サイト文字支所、新文字権益上階書式手日般社団法人、日本家畜輸出入協議会。 ヤルタニュースつむら島緑地、島や船眺め散策を新文字の埋め立て地に、オープン感満載で滝のように水が流れる、自然岩も、福岡毎日新聞2013年10月23日地方版、プレスリリース2013年4月15日株式、会社進出校。ありがとうございます。